青木義雄は、日本の帝身、内務官僚。関西奈良県知事、山口県下関市長。属席は、山口県平民。聖五位、君四等。総国大島郡東上げの章で、青木唐介の次男として生まれる。1895年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。帝心章に入章し、 郵便為替貯金初期検定親属となり通信局に配属された。停信事務官、郵便為替貯金管理所為替課長、通信事務官、停信大臣秘書官検定新事務官、新潟郵便電信局長などを歴任。1899年6月、内務省に転じ宮城県参事官に就任。以後、群馬県初期官、道県事務官、第一部長、三重県事務官、 第一部長、大阪府事務官、第一部長兼第三部長、道府内務部長などを歴任。1908年7月20日、奈良県知事に就任。奈良県市の返纂を推進した。1910年6月14日、知事を休職。1912年6月13日、休職満期となり退官した。1914年7月7日、下関市長に就任。 上水道路価値増設の実施、下関屋大物市場規則、使用料条例、制定、壇の裏道路拡張工事の実施などを行った。1917年5月29日に市長を辞任した。市長退任後は東京市牛込区に居住して、富山町会顧問を務めた。山口県下関市、東京四谷南次長、ありがとうございます。